はい、皆様おはようございます。朝ドラウォッチャーのまこきたさんです。今回はブギウギ第24週水曜日からの後編予告を史実を交え紹介していきたいと思います。史実でも起きたあの事件が描かれていくようですね。はい、それではよろしくお願いします。はい、ということで第24週のこの部分の予告ですね。これまでの経緯ですが、羽鳥善一の記念パーティーを終え、鈴子は8歳の娘の誕生日会を自宅で開催しますが、誰とも話そうとしない娘のことが心配な日々を過ごしているところから物語は展開していくようです。第114話は脅迫電話です。大野が受けた電話は3万円払わなければ愛子を誘拐するという脅しの電話だったようですね。そして警察には伝えないようにと言われ電話は切れてしまいます。鈴子はすぐに学校に電話をかけますが、愛子はすでに下校していると言います。急いで近所を探し回るも愛子を見つけることはできないようです。大野は反対する鈴子を押し切り警察に電話をします。やがて鈴子の家に刑事の高橋という男らがやってくるようですね。刑事役といえばこの人、内藤隆さん、ベストなキャスティングですね。史実でも起きた娘エイコ殺害予告事件とはどのような事件だったのでしょうか。1954年3月、笠木静子の自宅、新居の方ですね、6万円をよこせ、さもないと一人娘を殺すとの脅迫文が届いたようです。その後も電話を含め9回の脅迫があり、笠木のマネージャーが指定された場所である公衆電話でお金を渡そうとした瞬間、犯人は張り込んでいた刑事たちに逮捕されてしまいます。男は東京品川区に住む30歳の無職の男性、横田武雄で、結婚することになっていたが失業してお金に困っていたと供述したようです。当時は芸能人の住所や電話番号など個人情報が雑誌に記載されていた時代ということで、このような事件が起きてしまったということで、今では考えられないですね。第116話は現金受け渡しです。誘拐の電話がかかってきた翌朝、鈴子は愛子に学校を休むようにと言います。しかし友達と遊ぶ約束がある愛子はどうしても学校に行きたいとダダをこねるようです。しばらくして男から再び電話がかかってきます。今日の午後3時に日程劇場のロビーにマネージャーに3万円を持ってこさせろという電話だったようです。たけしは高橋ら刑事が張り込む中、日程劇場のロビーへと向かいます。第115話ははじめくんという愛子の友達です。愛子を誘拐すると脅迫してきた男が逮捕されました。しかしその日以来愛子は3日間も学校を休んでいるようです。ようやくできた友達のはじめくんがいなくなった学校へは行きたくないと、それが愛子が学校を休んだ理由のようです。そんなある日のこと、刑事の高橋が鈴子を訪ねてやってきます。犯人は小田島という近所の住人だったこと、小田島は妻を若くして亡くし、息子と二人で貧しく暮らしていましたが、病気で働けなくなり犯行に至ったと供述したようです。父親が逮捕されたことで、息子が親戚に預けられることになったようですと続けます。鈴子はその息子のことが心配になります。そしてあることに気づきます。愛子に初めてできた友達のはじめくんが犯人の息子だったことに。
鈴子は高橋に頼み、はじめくんを連れてきてもらうことになります。愛子ははじめくんに約束を守れなかったことを謝ります。鈴子は愛子が人を気遣う優しい子に育ってくれていることに気づき感激したようですね。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。